青森太宰治青森には4年いました。青森中学に通っていたのです。親戚の豊田様のお家にずっと世話になっていました。寺町の呉服屋の豊田様であります。豊田の亡くなったお父さんは私に随分力こぶを入れて何かと励ましてくださいました。私もおどさに随分甘えていました。おどさはいい人でした。私が バカなことばかりやらかして、きっとも、立派な仕事をせぬうちに亡くなって、残念でなりません。もう5年、10年生きていてもらって、私が、多少でもいい仕事をして、お父さんに喜んでもらいたかった、とそればかり思います。今考えると、おどさのありがたいところばかり思い出され、残念でなりません。私が、中学校で、少しでも良い成績を取ると、おどさは、世界中の誰よりも喜んでくださいました。私が 中学の二年生の頃、寺町の小さい花屋に、洋画が5、五、六枚飾られていて、私は子供心にも、その絵に少し感心しました。そのうちの一枚を、二円で買いました。この絵は、今にきっと高くなります。と、生意気なことを言って、豊田のおどさにあげました。おどさは笑っていました。あの絵は、今も、豊田様のお家に、あると思います。今では百円でも安すぎるでしょう。 宗像志功氏の初期のの傑作でした氏姿は東京で時折見かけますがあんまりさっそうと歩いているので私はいつでも知らぬふりをしていますけれどもあの頃の志功氏の絵はなかなか良かったと思っていますもう20年近く昔の話になりました豊田様のお家のあの絵がもっとうんと高くなってくれたらいいと思っております